ベントは広島市出身の世界的指揮者大上英治さんがプロデュースしたもので、今日と今週末の3日間、地元の中学生やプロの演奏家などが9つの会場でクラシック音楽を披露するものです。今年は記念すべき10回目とあって、今日のオープニングには過去に参加した演奏家たちも集まりました。威風堂々弾いてるときはやっぱり、今までのことを思い出したりみたいな。10年経って、自分の楽器の腕も上がったりして、たくさんのお客さんに聴いていただいて、それもすごい嬉しかったです。素晴らしい音楽祭が10年前に始めて、たくさん の若い子が集まって、本当にこうして音楽でみんなが友達になって、音楽っていうのは平和の象徴だと思います。威風堂々クラシック E 広島は今月21日から JMS アステールプラザで始まり、翌22日は広島駅南口地下などでも行われます。